皆さんこんにちは。マップカメラ YouTube チャンネル、いつもご覧いただきありがとうございます。さて、私本日は銀座にありますソニーストア銀座さんの方にやってまいりました。先日発表された新しいですね、ソニーの純正のズームレンズございまして、こちらがですね、発表された時点の情報ですと、ちょっと非常に私好みのレンズなんじゃないかなと思ってワクワクしております。早速見に行ってみましょう。ありましたね、こちらです。ソニーから新しく登場した FE1625mmF2.8G というズームレンズですね。いわゆる超広角というジャンルになるズームレンズなのかなと思いますが、この G レンズということで描写にも期待ができる一本です。早速詳しく見ていこうと思います。はい、じゃあ早速まずはレンズ単体で見ていこうかなと思うんですけども、もう今こうやって手に持った瞬間に軽すぎますね。ちょっとびっくりしました。質量が約 409g っていうことで、使い古されたフレーズかもしれませんが、ペットボトル1本よりも軽いっていうところで、いやこれだったら持ち運び非常に楽かなと思います。最近はもうこの G レンズでもボタン類ですとか絞りリングなんか標準搭載になりましたね。しっかり今回も F2.8 から最大22までの絞りリングと A モードにしていただくと、ボディ側で絞りがコントロールできるっていう風にリングの方もついております。はい、そしてこちら見ていただくと、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えのスイッチがついていて、それからこちらもボディ側から設定を変えれると思いますが、好みの設定を振ることができます。そしてここを見ていただくと、クリックのオンオフというスイッチがついていますので、こちらをオフにしていただくと、先ほどの絞りリングが無段階でカチカチ言わない状態ですね、絞りを調整することができますので、動画撮影の時にカチカチ音が入ってしまったりですとか、そういったことを防げるっていうところで、こういったところもしっかり装備されております。ズームの方式は繰り出し式となっておりますので、少しこう出てくる形にはなっているんですけれども、本当にこれぐらいしか変わらないので、あまり大きな変化はズームしてもないのかなと思います。で、25mm 側が一番収まっている状態で、ワイド側にしていくと 16mm で一番出るっていう形になってますね。でもこれぐらいだったらあんまり気にならないのかなと思います。それからフィルター径が今回67mm径っていうことで、最近登場した 24-50mmF2.8G といったレンズですとか、それからソニーがそもそも純正で存在する GM の単焦点のシリーズですね、ああいったレンズも基本的に 67mm径のものが多いですので、レンズフィルターを使い回しできたりですとか、まあサイズが変わらないっていうことで持ち運びやすかったりとか、その辺しっかり意識されて、ここも67で統一されているなというのが分かります。はい、それではですね、こちらの展示のスペースにはですね、ソニーの α7C2 に装着された状態で置いてありましたので、その組み合わせで今持ってみました。 α7C2 に装着するためにも専用設計されてるんじゃないかなって思ってしまうぐらいバッチリなバランスだと思いませんか。サイズ感も素晴らしいですし、この組み合わせで1キロを切ってくるっていうことですので、もうこれは旅をするときにカメラを持っていきたいっていう人なんかにも非常にお勧めできる組み合わせなのかなと思いました。これ以外の α シリーズのボディにももちろん合うかなと思うんですけれども、例えばですね、 APS-C のモデルに組み合わせても使いやすいのかなという感じもします。まあ、実際にですね、ソニーの α6700 にも装着してみて、まあ、α6700 自体が α7C2 系とこのボディの形が大きく変わらないので、まあ、グリップ感も含めて非常に持ちやすいなっていうところは変わらないですし、また ZV-E10、 こちら Vlog カムですね、こちらにも装着してみたんですけれども、まあ、ちょっと ZV-E10 につけてみるとレンズが少し大きいかなという感じはしますが、まあ、重量的には全然使えない重さではないですね。これはこれでありなのかなという感じがしますし、 ZV-E10 の場合はバリアングルモニターになってますので、自撮りなんかもしやすいのかなと思います。やっぱりこの α7C 系ですとか、コンパクトなボディにすごく合うのかなとも思いますし、先日登場した我々もレビューしておりますが α9-3 ですね、そちらの高速連写にもしっかり対応してたりなど、フラッグシップ級のカメラで使うこともしっかり想定されているので、まあ、どんなねカメラにもしっかり合ってくれる超広角ズームなのかなと思いました。はい、ということで続いてはですね、こちらの 16-25mmF2.8G レンズの描写の方を少し見ていこうかなと思います。まあ、なんといってもね、16mm スタートっていうことで
やっぱり超広角の画角っていうのをしっかり味わえるレンズなのかなと思います。広角端ですと、ちょっと今ねこのチューリップを撮ってみますけれども、すごいですね。やっぱりこうかなり広々として、でやっぱりこうやってちょっと寄った状態で若干見上げるような形でチューリップを撮ると、広角にぐわっと広がった感じがするので、迫力のある写真になるかなと思います。今度は 25mm にしてみますと、同じぐらいのところから撮ってもやっぱりちょっとね絵がキュッと、より被写体に目のいく写真になるかなという感じですね。まあ、16mm から 25mm っていうことで、この画角の差っていうのは 9mm ぐらいしかないわけなんですけれども、やっぱり広角側 1mm でもかなり印象って変わってきますので、使い方によってはすごくいろんな撮り方ができるのかなと思います。さあ、そして今回のこの 16-25mmF2.8G なんですけれども、近接撮影の能力も非常に高いレンズになっておりますので、ちょっとグググと寄ってみたいと思います。まだ寄れますね。まだいける。あー、これくらいかな、オートフォーカスだとこれくらいか。あ、でもちょっと気をつけてないと被写体に当たっちゃいそうなぐらい寄れますね。広角側と望遠側では最短撮影距離違うんですけれども、ワイド側だとかなり寄ることができるので、まあ、超広角のレンズではあるんですけれども、被写体を大きく切り取ることも可能です。最近のレンズにはついてるものも多くなりましたけれども、リニアモーターが搭載されておりますので、速くてそして静かなオートフォーカスを得ることができます。今ちょっとこうオートフォーカスを送ってみてるんですけども、そうですね、迷うこともなく一瞬でピッと合ってくれるので、ストレスなく撮影できるのかなと感じました。はい、というわけで外観の方から実際にちょっと撮影でね使ってみて、このレンズの魅力見ていきましたけれども、やっぱりね見逃せないポイントとしては、このレンズ動画にも強いレンズになるのかなと思います。まず16から 25mm っていう広角側で使いやすいっていうことはもちろんですし、またですねこのレンズアクティブ手ブレ補正にも対応しておりますので、手持ちで手ブレを抑えた動画を撮影することができます。これだけ広角だとアクティブ補正をすると少しクロップ入ってしまうんですけれども、その点でも 16mm から 25mm あればクロップされてもなおかつ広い画角を得ることができるのかなと思います。それからブリージング補正ですね、こちらにも対応していますので、動画撮影に気になってしまう画角の変化っていうのも抑えて撮ることができる。まあ、以上のような点を踏まえると、まあ、旅行先でも写真だけではなくて動画でも撮って残しておきたいっていう方にお勧めできるレンズなのかなと思います。こういった G レンズのラインナップっていうのは、あ、ちょうどこういうのが欲しかったなっていうところを埋めてくれるラインナップが増えてきたのかなと思います。今回のレンズ、例えばすでに標準域とか 35mm のレンズはもう持ってるんだけど、これから広角ズームちょっと欲しかったなっていう方にベストマッチなレンズになってるかなと思いますので、ぜひ広角ズーム手にしたいなという方は選択肢の一つに入れていただけるといいのかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。本日はこちら FE16 から 25mmF2.8G レンズ見ていきました。非常に私も気になるレンズになりました。4月23日からご予約受付開始ですので、ぜひマップカメラでご覧いただければと思います。また今回の動画非常に参考になったよですとか、もっとこういうところが知りたかったなということがありましたら、高評価それからコメントで教えてください。マップカメラ YouTube チャンネルではこういった新製品のレポートですとか、季節ごとの写真の撮り方などアドバイス動画として掲載しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またマップカメラ公式の LINE アカウントもございます。ご登録と ID 連携していただくと、ユーザーの欲しい情報がすぐに届くというような仕組みになっておりますので、ぜひお友達登録もよろしくお願いします。マップカメラが運営しているフォトシェアリングサイト、エビバディフォトグラファー、こちらの方もですねたくさんの作品ご応募いただいております。ご投稿いただくと自動でフォトコンテストに応募できたりというような仕組みもありますので、ぜひこの春の写真ご投稿いただければなと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。